ボリショイ劇場225周年記念の100ルーブル、効果。賭博者の舞台が描かれている、賭博者、作品24は、セルゲイ・プロコフィエフの作曲したオペラ。ヒョードル・ドストエフスキーの同名の小説を原作とし、リブレットは作曲者自身による。題名は、賭博師とも表記される。1915年、イタリアで、セルゲイ・ディアギレフと対面したプロコフィエフは、 賭博者をオペラ化する計画を持ちかけているが、ディアギレフは興味を示さなかった。同年に、マリーンスキー劇場のアルバートコーツから依頼を受けた、プロコフィエフは、賭博者の作曲を開始し、1916年4月には、ピアノスコアが完成。1917年1月には、オーケストレーションも完成している。しかし作品は演奏者から反発を受け、 さらに2月革命の混乱の中で、マリーンスキー劇場での初演は立ち消えとなる。1918年に、プロコフィエフが国外へ移住した際、送付はマリーンスキー劇場に残された。しかし1927年の一時的な帰国を機に、フセボロドメールホリドの求めに応じてプロコフィエフは、賭博者へ全面的な改定を施し、第二項が作られる。ただ、 メイエール・ホリドの計画した初演は、ロシアプロレタリア音楽家同盟の反発によって、再び中止となり、初演は1929年4月29日、ブルッセルのモネ劇場においてフランス語台本で行われた。1930年の出版は、第二項に基づいて行われ、演奏されないままだった第一項の初演は2001年6月5日に、 なって、ゲンナジーロジェストベンスキーの指揮によって、ボリショイ劇場で行われている。ドストエフスキーの作品に基づく、歴史上初めてのオペラであるとともに、音楽院卒業後のプロコフィエフが、初めて完成させたオペラである。当時モダニズムを標榜し、モデストムソルグスキーのオペラ、結婚の求心的なリアリズムに影響されていた、プロコフィエフは、陰文や、ヒリアリズム的な合唱の配置、 重症といったオペラ的な慣習を一様に廃止、台湾オペラの伝統に従った、老少様式のレチタティーボと、緊張感が高く辛辣な響きの還元楽によって、作品を構成した。上演機会は散発的で、国際的なレパートリーに定着することはなかったが、ミハイル・タラカーノフが1995年に発表したロシア音楽誌の文献では、 1920年代のソビエト連邦を代表するオペラの一つとして挙げられている。なお、ドミトリ・ショスタコービチは1941年から1942年に、かけ、オペラ、とバクシの作曲を手掛け未完に終わっているが、これは、ニコライ・ゴーゴリの儀曲に基づく。ザニュー・グローブ・ディクショナリー・オブ・オペラと、黄色不劇場版 CD 解説書を参照した。 ザニューグローブ・ディクショナリー・オブ・オペラとメトロポリタン・オペラサイトのページを参照した。ドストエフスキーの原作から冒頭部分と結末部分を省略した他は物語の進行を大きく変えずに台本化されている。1865年、ドイツの架空の保養地、ルールテンベルク。将軍の家へ家庭教師として勤めているアレクセイは将軍の幼女である。 ポリーナに思いを寄せている。彼はポリーナに頼まれるままに彼女の宝石を室に入れてルーレットに挑むが全額を使い果たしてしまう。さらにポリーナへの忠誠を証明するため彼は命令に応え通りがかった男爵夫妻をからかう。男爵と門脈を起こしたことで将軍はアレクセイを解雇し、アレクセイは憤通る。ポリーナを慕うイギリス人のアストリーが現れ、アレクセイは 将軍の家の事情について聞かされる。困窮する将軍は、公爵から多額の借金をしていた。病身のおばあ様が近いうちに死んで、その遺産によって借金を生産し、婚約者のブランシュと結婚する日を将軍は待ち望んでいるのだという。そこへ、病身のはずのおばあ様が登場し、将軍に財産を残しはしないと宣言する。 おばあさまはルーレットで財産の大半を使い果たし、動揺する将軍はアレクセイに、おばあさまを止める、よう懇願するが彼は何もできない。おばあさまは、賭博場を後にし、ブランシュに去られた将軍は絶望する。第一話、ポリーナがアレクセイの部屋を訪ねてくる。公爵が、自身もルーレットで大金をなくし、将軍の借金を返すようポリーナに迫ってきたのだと、言う。 アレクセイは、ボリーナを救うため部屋を飛び出していく。第2場賭博場でアレクセイはルーレットに挑み、大勝ちを重ねる。賭けにのめり込むアレクセイに、周囲は恐れを抱く。第3場大金を手にしたアレクセイは、ボリーナに札束を渡すが、ボリーナはそれを叩きつけて去っていく。賭博場での幸運に浸るアレクセイが一人残される。プロコフィエフは1931年に、 オペラの音楽を再編集した還元楽組曲、賭博者による4つの描写と集結オーパス49を編んでいる。第1から4曲は特定の場面の抜粋ではなく、4人の登場人物それぞれに関わる音楽が、オペラ全体から切り取られて、再構成されている。第5曲は、第四幕のルーレットの場面の前後を編集したもので、ルーレットの回転を表す動機が、 リトルネロ風に扱われる。アレクシス、アレグロパッシオナトラグランド、メール、モデラートレジェンレル、モデラートポーリーン、モデラートデイニューマーン、アレグロ。ありがとうございます。